思ったよりは相手の攻撃はそんなに強くはない。まあ、やられそうやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発しましょうか。さあ今回のメンバーは誰だ。はい、フィッコちゃん、そしてさっちゃん、お、リミちゃん。ここに来てミラさんが外れていくという。もう頑張ったけんね、レベルも上がったし。さあ今回は誰が強化されるかな。行くか。鼻がムズムズする。あれかな、そろそろ花粉症とか。まだかな。お、魔法石のステッキ、これはリミちゃん。いいね、リミちゃん。まだまだ攻撃が、あ、でも魔力は結構強いんか。ま、ってことは魔法を使えば強いということなら、まあまあまあ。物理攻撃するわけじゃないもんね。はい、もちろん続けます。めっちゃびっくりするやん。お、リミちゃんとクルミンが反復横跳びを。ひたむきな姿勢があの人を振り向かせるトレーニングだ。誰あの人。二人の絆が強くなった。そしてあの線ってなんか自然に浮き出てくるんやね。はい、ゲームコーナーでルーレットを。ハートのステッキをください。ハートのステッキ、これはまたリミちゃんかな。お願いします。あー、お願い。これはペア旅行券だった。ペア旅行券だったよ。さあこれを誰に。はい、ピッコーちゃんとミランさん、バカンセレッツゴー。楽しんできてくださいまし。めっちゃ花火が上がる。いいな、花火が見たい。二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。お、スキレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。まだスキル上がってなかったよね二人は。さあそれじゃあ出発しましょう。さて今回は誰？何？お、ゆうかさんとプーさんとミラさん。ミラさんやっぱり行きたかったか。やっぱり行きたかったか。さあじゃあこの先進んでいこう。お、これの次じゃない？大魔王。位置的にそうやったよね。行くか。早いよ。いや、ここはもう早足で、さっさと。早足どころか小走りで頑張っていこう。お、新しい技、裏をつく。裏をつくってそういう感じか。なるほどね。向こうが油断してるときに、さっと現れて攻撃みたいな感じ。キャラフォー。お、いいぞ。いつ出てくるんやろ。ちょっとこっちも気になるんやけど。発射。はい、来たー。今向こうからの攻撃を受けて、うわっってなってるところに後ろからも。いやー、いいっすね。そういうのいいっすね。かっこいいよ。あー、しかし体力が。弱かったみんな。ね、もう大魔王の一歩手前だというのに。上達巻きレモネードよ。
宿屋はまだかな、さっき出発したばかりよ。はい、上の方に行きます。お腹減っちゃう、わかる、常にお腹空いてる。ちょっと待って、なになに、 HE バナナを頬張る。そんなに体力不安やった。お待たせ、別に戦闘中でよくない。何があった急に。はい、今回ももちろん上を通っていきます。全てを捨てて逃げ出したい、やめて、もうちょっとなの、大魔王までもうちょっとだから。お、ゲーム券3枚、ありがたい。足に豆できそう、頑張って。ジー、ん、なんかついてる。アイラって可愛いよね。何急に気持ち悪い。気持ち悪いとか言うなよ、褒めてくれたのに。もうちょっと可愛げのある反応できないのか。ゆうかさんめっちゃ無言になってしまったやん。あー、このシルバーコブラ、この組み合わせは結構苦手なんよね。ほら強い、みんな防御が高いんかな、強いっていうか。頑張れ頑張れ、攻撃自体が強いっていうよりは防御力が高いよね、多分。ああ、いやー、やめてー。やめてー。お、いいぞいいぞ、結構吸い取ったね。さあ、そして HP バナナを、大事。あ、ゆうかさんも HP バナナね。まだ一応みんな持っとるやろ。うんうんうん、オッケーオッケー。君は MP やめかい。まあいっぱい舐めてくれたらね、また神様が出てくるかもしれんけど、やめてよ二人で、そんな一人の女の子をめった打ちとかね。星を発見、新しい技修理、直さないと。何を何を、あ、故障発見じゃなくて故障発見、そういうことか。なんで急に調味料の胡椒を出てきたかと思った。そういうことね。あー、なるほどなるほど。ダメやわ、なんか料理人を見よったらね、そういう感じの感覚になってくる。プーさん気をつけて。おー、修理完了した、よかった、一気に全開やん。よっしゃ、あと1匹。ゆうかさん耐えて、 HP バナナが足りない。お、ブルーミノタウラス、バナナ持っとったんやね。いけ、かた焼き、から焼きじゃない。から焼きじゃない。あ、ああいう時ってから焼きの時以外もあるんや。いいね、回復量が増えるの。何回回復しても、回復しても回復しても体力が奪われていくよ。お、気分が落ち着いた。てか落ち着いてなかったの。どういう状態やったのちょっとよくわからんねえけど、興奮しとったとかそういうこと。超回復料理、ごちそうさま。多分もうあとちょっとでやっつけれると思う、あと1、2発ぐらいで。え、まだ。思ったより全然まだまだやったかも。全然やん、やば。そう、頑張ってよ。おー、いったいったいった。よかった。ブルーミノタウルス、ちょっと体力が多いんだね、あと防御が高い。ミートピアの料理を100種類集めよう、達成。舐めた MP 飴が50個になったので、神の力の目覚め、 MP 飴の効果アップ。 MP 飴の回復量が40から45になった。ほ
MP アメをたくさん舐めて新たな力が目覚めたようだな。 MP アメは不思議なことに舐めれば舐めるほど効果がアップするのだ。次は60個舐めたらさらにパワーアップするぞ。どんどん舐めなさい。ほほほ。あとちょっとでまたクルミンとリミちゃんが好き度が上がりそう。はい、ゆうかさんとキャンディーさん。ねえ、知ってる？なになに？実はリミネってね。なに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 ？そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。泣けるどうした？親思いのいい子とかそういう感じ？かなり好き。二人はハサミ撃ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。さあこれで料理4つしかないけれど、お任せで。あー、なんかプーさんだけ、プーさんとさっちゃんが死んでる。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。リポーターマイクをください。さっちゃんにリポーターマイクを半分、2分の1の割合で。あ、これはダメだ。これはダメだ。全然 HP バナナ1本なんてこったい。 HP バナナを1本ゲット。さあそれじゃあお小遣いは1460しかないけんね。あー全然だ。あー全然だわ。くっそー。じゃあ出発しますか。さあ今回は、お、くるみん行く。くるみん、めぐちゃん、お、キャンディーさん行こう。よし行こう。お、これはもう来たんじゃないか。どうだ、行くか。お茶飲みたい。あと少しだよ。でもそのあと少しがね。ドラゴンって知ってる？うん、もちろん。ものすごく大きな生き物で、空を自由に飛び回るとか、口から吐く炎で全てを焼き尽くすとか、本で読んだよ。まあ実在はしないよね。それはどうだろう。ドラゴンなんか普通にいそうな感じがするけど。もう無理。ちょっと頑張ってくるみ。なんだなんだ。はい、ドラゴン。喋って、ドラゴン。でもなんか可愛いよね。珍しくやる気。いけー、から焼き。なんかちょっといつもと音楽が違う気がする。みんなもうめちゃくちゃ頑張って。いいぞいいぞ、もう協力し合って協力し合ってね。一気に畳みかけてこう。思ったよりは相手の攻撃はそんなに強くはない。まあ、やられそうやけど。やられそうやけど、もう思ったほどではない。くるみんちゃんと回復しといてね。いけ、から焼き。いいぞいいぞ、メガキュア。アイナもちょっと体力があるじゃない。スラッシュ。全体攻撃なのがまたちょっとね、辛いね。しかも2回も攻撃してくるし。ああ、恐怖で動けなくなった。頑張ってよ、エナ。ありがとう、メガキュア。助かる。しかしめっちゃ震えてるけど、協力しつつ技をいっぱい使っていったら多分いけるんじゃないかな。ドラゴンもう一度行動ばっかりやな。やめてください。 HP バナナがなくなってる。これを使って。キャンディーさん優しい。アイナはいつまで震えてるんだい。お、震えが収まった。宴会料理準備中や。
でもみんなもう回復しよりよ、ちょっと準備が遅いよ。キャー、大丈夫か。あっという間に体力なくなるけん、宴会料理準備しとっていいわ。さあみんなに召し上がれ。おー、いいねいいね。お、スキルレベルアップ。ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のは半分こしよう。さあ二人で協力いけ。どれぐらいかな体力ね。あっという間にやってくれそうな気もするし、めっちゃ粘るような気もする2回連続ばっかりだな。初めての好きコードを上げる。しょうがないなって言いつつもデレデレHP バナナを頬張る。お、好きレベルアップ。すごく好き。みんな HP バナナはそんなに湧いてこないんだよお、なんかサクサクやっつけれそうな気がするような、しないようないけるんじゃないか。どうだ、ダメか、まだダメなのか。いやいやもうさすがにみんななくなってきてるから、ほらもうこれで最後よ。これでこのそのパーティー最後の HP バナナよ。あとはみんな回復技を駆使して。私も今ちょっと宴会料理準備中やから耐えて。あー、めぐちゃんが。うわー、そこで宴会料理すかさず。いや、ナイスタイミングやねいいぞいいぞ。めぐちゃんめっちゃ震えてる。じゃれる、かわいいか精神的に。お、今度は MP 闇も消費していく。めぐちゃん頑張って、屈しないで相手に。お、二人で協力して。まだまだやなちょっとびっくりするぐらいまだまだやな。超回復料理、キュアオール。あ、オールもあったんや。なるほどね、助かる。スラッシュ。まだまだだな。あれは全体じゃなくって、一人単体が狙われた時に、ビビってしまうわけだね。なるほど、なるほど。メガキュア。震えながらもお礼を忘れない。お、から焼き。挟み撃ち？いいぞ、いいぞ。まだか。まだなのか。体力いけ。宴会料理間に合うか。メガキュア、とりあえず間に合ってほしい。あー、これだ。うわー、くるみー。あーあー、おお、すげー。畑は取ってくれば、かっこいいじゃねえか。勝てたか。みんなめちゃくちゃギリギリの戦いを。お、でもメグちゃんとキャンディーさんはここでレベルアップ。キャンディーレベルアップ。さあごめんね。すごい可愛い顔しとるけど。
やっぱあれよね、もともとの顔はちゃんとあるってことよね、こうやって。ここは？そっか。君が助けてくれたんだね。ありがとう。僕はドラゴン。なぜか急に意識がなくなって、知らないうちに大暴れしたみたい。ごめんね。うん、みんなも優しいか。暴れたせいで、ちょっと疲れたよ。おやすみ。寝た。寝ちゃった。なに？アユナにもあくびが映った。ドラゴンの。お、2400ゴールドゲット、ありがたい。これ多分次誰か何かしらね、強化できるよね。さあ、強化しよう。スキルレベルアップ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。助け合い精神大事。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレットを。魅惑の翼をください。これはミラさんやね。ミラさん結構強化されていきよんよね。あー、止まれー。あ、でも経験値たっぷりやけん。さあ誰にしましょう。経験値たっぷりはクルボン。さあレベルアップ。めっちゃめっちゃガニ股。毛繕いを覚えた。心を落ち着かせて正気を取り戻す自動発動技。おー、なるほど。毛繕いあんまなかったよね。ここまで行ってなかった多分。はい、そしてお小遣い。さあどうだいみんな。魔女のドレス。ちょっと待って、61。じゃあとりあえずメグちゃんが一番防御低いけん。あー、光の国のお姫様から魔女になってしまう。マレフィセント的な。どの色がいい？え、どれも一緒じゃねって感じないけど。あ、あの横の部分が変わりよんや。なるほどね、そういうことか。どうしよう、どれがいいかな。でもそれならこれがいい。これかわいい。はい、微妙な部分だけ色が変わるよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、あのドラゴン次どこで出てくるんやったっけ。目めっちゃ可愛かったんやけど。